それでは、これより本日のメインイベント第13試合、ライズ・デッド・アライブ2021アンダー53のトーナメント2回戦3分3ラウンドの延長1ラウンドを行います。青コーナー、165センチ、52.9キログラム、ウォーマチャンプロモーション所属、ボムスーパーフライ級王者、 WPFF 世界スーパーフライ級王者、サンダースプリンス石井一生。ついに来た無敵の大物石井一生。赤コーナー、160センチ、52.85キログラム、 OEC 事務所、第2代スーパーフライ級王者、ジェントルモンスター大崎和輝。現役のこの階級チャンピオンです、大崎和輝。さて、デッドアライブ2021 53キロトーナメント1回戦最後の試合を迎えました。すでにマンドコロジン、風音、そして四郎の3人が1回戦を突破しています。石井一生と、そして大崎和輝、抽選会では石井が指名してこの対戦が実現しました。4度目の対戦です。いやー、那須川さん、はい、ついに石井一生がやってきた。まあ、那須川さんもかなりこう感慨深い思いあるんじゃないですか。そうですね、うん、もう本当ライズにずっと参戦してほしい選手だったので、はい、その選手がここで来るっていうのがね、うん、なかなか面白いですよね。那須川さんとは同い年、そしてジュニア時代から、まあ、接点がありました、はいはい、東の天心、そして西の石一世と言われました。そして大崎和輝、大崎選手現チャンピオンですからね。そうなんですよね、うん、当然優勝候補筆頭は大崎と言っていいでしょう。チャンピオンの意地があります。さあ試合スタート。まず那須川さんはこの2人の対決はどんな点に注目されてますか。そうですね、こう、まあ、お互いムエタイベースなんですけど、大崎選手の方がライズはずっと出てて、はい、で一斉選手の場合は、まあ、ライズは初めてなんですけども、はい、まあ、ライズにはルールは問題ないかなって思うんですよね。そうですか、うん、で最後に試合したのが3年前とか で、その時は大崎選手が負けて、はい、一斉選手が勝ってるんです。そうなんですね、非常に分からないですよね。うん、5ラウンドのあれですもんね、肘やりのルールなんで、はい、そうなんです、はい、ですから肘なしで戦うの今回初めてなんですね。初めてですね、はい、肘なしの3ラウンド慣れてるって意味ではやっぱ大崎選手がちょっと有利な部分あるっすよね、うん、なって感じするんですけど、ね、ヘルス一斉選手がこうなんですかね、綺麗に戦えば、はい、一斉選手の方が有利になるのかなと思うんですけど、伊勢選手ね、結構ね熱くなるん で、はい、でそういう時にパンチもらったりとかするとどうなのかなって。大崎選手パンチ強いですからね。そうブロックしてブロックして前出て、はい、一発で倒せるパンチ持ってるんで、持ってるね。ああ左、大崎選手はフック系のパンチが強いんですよね、はい、だから一勢選手はもうジャブとかストレートとかまっすぐのパンチをどんどん見ながら打っていくと入るのかなと、はい、思いますね。肘なしのルールというのはあまりやっていません石井です。まっすぐのパンチでしてやっぱ蹴っていった方が石井選手はいいのかなって思うんですけど、そうですね、どうなんですかね。蹴りの後にナイス大きく、あー、コンビネーション見せる石井。ああいうコンビをどんどん当てていくのは石井選手いいかなと思いますね。大崎のアッパーがありました、はい、そう、ボディ空振り、遠い距離だと一斉選手の方が分があるので、はい、こういうフックの距離になってしまうと、ちょっと大崎選手の方が重いかなと、はい、パンチも重いですね。フックを得意にしている大崎です、はい、こういう展開で、はい、大崎選手結構ダウン取ってるんですよ、相手をロープに詰めた時、はい、だから詰まらずに一斉選手は動いて動いてジャブついてカウンター狙っていくっていう作戦の方がいいのかなと思います、はい、大崎選手プレッシャー強いですね。そうですね、ブロックしながらこう頭ずらしながら前出て、はい、相手詰めたところでフック打って、これフック、これですね、でフックガードしたら腹、はい、ボディを確認するので、いやー、でもベイナーさん気がつけばあのロープに追い詰めてるという場面がありますよね。そうですね、大崎は西選手鼻血出てる、そうですね、鼻から出血があります。石バックスピン、うまい、はい、ミドルキャッチした、出てくる石井、ボディ、
ここですね、あそこから来る、はい、今の右、大崎の右、あれでよくダウン取りますよね、はい、右の振ってくる、振ってくる、フックで、さあ、得意のフック、ボディーから、顔面警戒したところ、今度はボディーになってくる、ここでゴング、第1ラウンド終了。いやー、那須川さん、第1ラウンド振り返っていかがでしょう。いや、そうですね、なんかこう大崎選手が自分のペースで試合をしてたなっていう印象ですね。はい、あの伊勢選手もいいところはあったんですけども、やっぱりこうなんだろう、近くに行くとフックをもらったりとか、こういうパンチですね、はい、もらってたっていう印象があるので、打ってその場にいないっていうのが伊勢選手は大事になるかなと。はい、入れさせちゃうときついですよね。きついですね。入る前にジャブ打って蹴ってっていうのができてくるといいと思うんですけど。そうですね、なんかのコンビネーションの後に伊勢選手ジャブ打って後ろ下がるとか、はい、そういうの大事になってくると思いますね。あ、ちょっと鼻血が止まりませんね。前回のムエタイルールの時もそんな別に組むとかじゃなかったと思うんですけど、ずっと足使ってうまく石井選手がやってた印象だったんで。そうですね、ダライズルールだからといってパンチで倒してやろうとかっていう風に思うとちょっときついのかなと、はい、そうですね。そのあたりはライズルールの経験値、大崎が上です。現役のチャンピオン、負けるわけにはいかない。そして石井の指名によって実現しました抽選会。さあ、第2ラウンドが始まっています。石井選手はもっとステップ使って、はい、ジャブ打って、ね、広く使って、はい、蹴っていってやって、ボディ、あ、ボディ、あ、うまいですね、今の石井は左ボディ、またボディだ。いやー、キレのあるボディ、あ、左フック、大崎、そう、入る前、入る前、そうですね、はい、あ、また左ボディ、大崎左ボディ、あ、右ストレート。いや、でもベイナーさん、やっぱり気がつくとね、あのロープに追い詰めてるシーンがありますよね。そうですね、もうあのじわじわとプレッシャーかけるのが、はい、これあれでここ何戦も連勝してるんで、してますね、ボディストレート。いや、那須川さん、大崎のプレッシャー相当強いんでしょうね。プレッシャー相当ありますね、はい、なんで石井選手はもうサイドサイドに動って、はい、下がるだけじゃなくて横に動いていかないですね。ナイスだ。那須川さん、石井のボディはどうですかね。ボディのタイミングがいいですね。それを当たったらそれをフェイントにして上打ったりとか、はい、そういうことをするともっと入りやすくなるかなと、うん、大崎もボディ打ちます。そうですね、で離れ際は石井選手すごいいいので、はい、そういったところを逃さずにどんどん打っていければいいなっていうふうに思います。距離が縮まる、うん、あ、そうですね、今みたいにプッシュ使ったりして、はい、もう本当に距離できるだけキープして打っていきたいですけど、逆に大崎選手はもう中入って、はい、中入って、ね、どんどん詰めてきます。どんどん詰めてきた、右ボディを打ち上げたんですよね、はい、逆に大崎選手も、あ、石もボディ打つ、あ、連打連打、石も連打、左で返します。あのボディ打ってるとでもパンチ入るかもしれないですね。そうですね、はい、パンチの手数では石井選手が上なんですけど、一発一発でやっぱ大崎選手が上げてるかなっていう、はい、うまくブロックして殺してるんで、はい、パンチを、このプレッシャーです。ロープ詰めてます、ロープが詰める、あ、ここうまいですよ、はい、この攻防、石井はこのロープを背にする場面が少し目立ちます、はい、大崎の強烈なプレッシャー、第2ラウンド、あ、右膝で返す石井、危ないですよね、はい、あの膝はいいかもしれないですね、ブロックする時頭下がるんで、はい、これはビーナさん可能性ありますか。あれは可能性ありますね、はい、石井は鼻から出血かなり激しくなっています。コンビネーション石井選手動いてきましたね。そうですね、はい、で上だけじゃなく上下ボディの印象がすごいんで、うん、ボディどんどん打っていきたいですね、はい、大崎選手もボディに散らしたいですよね。でも伊勢選手はさっきの顔面膝良かったので、こういう時に顔面膝を打ちたいですね。あ、まあ、プレッシャーを受けながらも顔面の膝というのが当然有効になってきます。ちょっとフック見切られてきてるから、そうですね、さあ石のフック、あ、ダウン、当たった、大崎のパンチちょっと熱くなりすぎたですね、いや今うまくまとめましたね、そうですね、連打で上に繋げたんで、なんとなんと石井からダウンを奪いました。バックボディからいきましたね、はい、鼻からは真っ赤な鮮血、石井一世、ああ、ここでロングダウンの終了、いや素晴らしい、今のダウンは2ラウンドダウンを奪ったライズのチャンピオン大崎一樹。いや、このラウンド動きました。さあ、那須川さん、はい、2ラウンド大崎動きましたね。そうですね、こうタイミングを狙ってたかなっていう、まとめてまとめて、もう伊勢選手がどんどん前前前っていう感じだったので、はい、そこをうまく利用してフック狙ったのかなっていうふうに思いますね。得意のフックで、伊勢選手のこう距離がちょっと近くなりすぎてたんで、はい、そこでフックのフォーカスがあったのかなと。しまったという顔の石井です。いや、
素晴らしい、自分の得意な距離持ってきましたね。そうですね、あれだけロープ背負って詰まっててちょっと突っ立ってると危ないですよね。危ないですね。伊勢選手はねダウン取らないと勝てないので、先ほどはダウンがありましたからポイントではこれ2ポイント失った可能性があります。さあそれでは最後のラウンドです。最終ラウンド、お石井ラッシュをかける。もう倒さないといけません石井。打ち合うか、はい、近い距離パンチで打ち合う。おなあボディから大関も返す、うん、石井のボディ左打った。危ない危ない、気持ちだ気持ち、お互いこれをもらったら倒れる。石井、ね、選手近い距離顎引いた方がいいですね。顎上がってますか、うん、顎引きながら打っていけば大丈夫かなと思うんですけど、はい、ちょっと那須賀さん、はい、石井熱くなってますかね。熱くなってますね、ちょっとなりすぎな部分あるので、はい、もっと左右フックだけではなくアッパーだったりとか、はい、で顔面膝切りは有効だと思うので、はい、打ってた方がいいなと思いますね。鼻から出血があります。先ほどはダウンを取られました。追い詰められている、ポイント上では追い詰められている石井。そうですよね、下からの攻撃ですよね、アッパーとか、はい、膝切りとか、それはダウン取るチャンス的にはそれかなと思いますね。ボディ打ててるんで、はい、そこからそうですね、アッパーとか膝につなげたいですね。石井選手、頭振りながらパンチ打った方がいいですね。そう、あまり頭動いてないですか。動いてないですね、はい、その場で打ってることが多いんで、頭振りながらの方が当たる。そう、こういう顔面膝、こういう膝はいいと思います、はい、うん、下からの攻撃が有効だ。今のフックストレート素晴らしいですね。そうですね、大崎のパンチ、下からの攻撃が有効という動きがありました。大崎軸ぶれてないですからね、あれだけもらって、はい、いやなかなかベイナさんぶれないんですよね。ぶれないですね、相当強いですよね、はい、確かに前回の対戦では敗れた大崎、石井に敗れましたが、その後は快進撃です。ライズのチャンピオンにもなりました。ボディブロー、石井ボディがいいんでそこからつなげたいですね、はい、ボディは後ですよね、那須賀さん、はい、ボディの後、右ストレート、はい、右当てます。石井まっすぐな攻撃が打ちたいですね、はい、石井選手左フック、連打連打、手数は多い、手数は危ない。さあ大崎の奥からチャンスある距離ですね、すごい数、膝、いや今の落ち真下から行ってればって感じですね、はい、ちょっと残り1分を切りました。あーより拳が交錯する、お互いフック、いやー奥でした、熱くなるんですけど、はい、ちょっとボディ散らして、うん、上に散らしたい、上に散らしたい、残りがもう1分を切っています。倒したいところですよね。そうですね、うん、要するにフック同士の打ち合いになっちゃうんで、はい、そうですね、そこ工夫できた方にチャンスがあるんじゃないですかね。一旦クールダウンが必要でしょうか。伊勢選手は下がりながらカウンターとか打ちたいですね、はい、うん、あ、これは連続攻撃です。連続攻撃はいけません、思わず出てしまったか石井。どうましここで奇襲です。大崎和樹、残り時間がない、残り時間がない、さあ10秒倒せるか、それとも大崎はこのまま逃げ切るか。いやでも今ちょっと落ちかけた、テンプル入ったか、どうだ、西右、体勢が崩れる、大崎膝、どうだ左、ここでゴール、凄まじい打ち合いでした。レベル高っ、いやすごい、最後は凄まじい打ち合いになりました。いやいい打ち合いでしたね。それではリプレイで振り返りましょう。那須賀さん、はい、リプレイご覧になっていかがですか。うわそうですね、やっぱりこう大崎選手の一発一発の重さが勝ったかなと思うんですけど、もう3ラウンドなんかはね、あの石井選手の、あのボディからのまとめがすごいよく入ってたので、はい、あれを1からねできればちょっと展開はまた変わったのかなとは思いましたね。終盤確かに石井手数まとめました。大崎の破壊力のあるパンチ。さあそれではジャッジの採点です。29対28、赤大崎。まずは大崎、ジャッジ29対28、赤大崎勝ちました。1回戦突破、3対0、大崎和樹3年前の実力を果たしました。チャンピオンとしてこの外敵石井一世を下しました。やはり
ダウンを奪っていましたから、そのポイントが響いたでしょう。ジャッジの採点は29対28が2人、そして29対27、2ポイント差をつけたジャッジも1人いました。3名のジャッジがいずれも大崎和樹を支持しました。そしてこの結果、石井一生は1回戦で姿を消しました。いや、すごいトーナメントですね。いや、でもいい試合だったですし、一生選手のこの価値が下がるようなことがない試合だったので、今後もライズに参戦してくれることを非常にこう楽しみですね。今日の戦い、那須川さん、石井の戦いはどうご覧になりました？はい、うわー、もう本当に何だろ こうライズ1戦目とは思えないスタイル で倒しに行くし、うん、いい打ち合いをしてくれたので、うん、いや、もう本当評価は落ちてないですよ。そうですか、うん、そんな中、勝負の分かれ目っていうのはどこでしたか？やっぱこう狙いすましての一発ですよね。大崎選手はどん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 こう前に出ながらも一発狙っていたので、そこでそれを当てた差が出たのかなと思いましたね。いや、ベイノワさん、改めてハイレベルな戦いですよね、トーナメント。いや、ハイレベルですね、全部早かったですね、時間が。そうですね、 KO はなかったですもんね。はい、全て判定ですとは思えない時間感覚でしたね、うん、そうですね。しかも延長が2つあったんですよ。いや、ちょっとめちゃくちゃレベル高いですね、スピード感あって、はい、みんな拮抗してるトーナメントですからね。そうですね、今日の見てこれ全員にチャンスあるの、残った4人にっていう風に思いますよね。はい、そしてこの後9月には準決勝決勝と2試合を1日で勝ち抜かねばなりません。それではメインイベント、まあ、チャンピオンとして優勝候補まず挙げられる大崎、この後マイクを握ります。まあ、3年前とはもう立場が違うというその大崎の声、聞いてみることにしましょう。ジェントルモンスターと言われていますが、一体どんな言葉が聞けるんでしょうか。まあ、那須川さん、はい、チャンピオンですからね、大崎としてはもう勝って当然という思いあるでしょう。まあ、しっかり締めたなっていう感じだと思います。そうですね、こんばんは、大石ジムの大崎克樹です。今日は53キロのトーナメントの1回戦ということだったんですけども、相手が石井選手で、僕過去3回試合してて、1敗2分けで1回も勝ったことのない選手 で、まあ、前回ノックアウトの決勝でやって、まあ、本当に負けてしまってすごい悔しい思いをして、で、まあ、今回石井選手も参戦されるということで、マスカの1回戦だったんですけれども、まあ、やっと借りを返すことができました。石井選手対戦していただきありがとうございます。これで1勝1敗に分けになったんで、次またどこかでやることがあると思うんですけども、そこで最後決着をつけましょう。本当に最後フックとか聞いてあんまり3ラウンド目覚えてないんですけど、とりあえず2ラウンドダウン取れたのが本当に大きかったです。次9月に準決勝決勝とあるんですけども、本当に今回今日僕の前に試合してて、みんなすごい強い選手ばっかりだったんで、1日2試合ですけど、しっかり練習して僕が優勝するんで楽しみにしておいてください。今日は応援ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてこれによってこのアンダー53キロトーナメントの準決勝に進出した4名の選手が決定したということになりました。ということで、その選手の皆さんにも上がっていただいています。マンドプロジン選手、風根選手、志郎選手、そして、最後勝ちを決めました大崎和樹選手、この4名による準決勝ということになります。ということで、顔ぶれが揃ったところで、改めて1人ずつコメントをいただきましょう。まずはマンドプロジン選手、お願いします。はい、まあ、さっきも挨拶させてもらったんですけど、西京塾の万所仁です。まあ、下馬評が向こうに当たってのもあってめちゃくちゃ嬉しいです。とりあえずほっとしてるんですけど、本番は次の9月なんで、まあ、1回戦風根と盛り上げて
僕が勝って優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。風根選手お願いします。ちょっとさっきはちょっとこう気持ち高ぶっちゃってあんまり言えなかったんですけど、江畑選手がいたから、こんなに濃い練習ができて、こういう試合を見せれて自分自身こんなに強くなれたので、江畑選手は本当にありがとうございました。で、ここにいるメンツも、ね、負けちゃった人たちもみんな僕より強かったし、僕が多分トーナメント始まった時にみんなくらい強かったらここまでこんなに多分やってきてなかったんじゃないかなと思うし、皆さんのおかげで強くなれてるんで、で次隣のジンとやるんですけど、今までこんなに当たらへんかっていうぐらい当たってこなかったん でここで当たる運命やったんかなっていうふうに自分では思っています。で多分僕らでしか作り出せないものを横浜で見せれると思うんで、それを皆さん見に来てください。そしてこのトーナメント僕が取るんで応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。志郎選手お願いします。まずは、大崎選手おめでとうございます。で、まあ一回大崎選手とは流れたんですけど、まあ戦う運命にあるんだなと改めて思いました。で、まあ53キロのチャンピオンに勝って、9月は自分が勝つので、でそして55キロに続いて優勝するので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは改めて、大崎選手コメントお願いします。はい、大石ジムの大崎和樹です。志郎選手とは、本当は5月にやる予定だったんですけれども、まあちょっと試合をすることができず申し訳ありません。お互いこのトーナメントで勝ち上がることができて、で志郎選手間違いなく僕が今までやってきた選手よりも一番強いと思ってるんで、まあ、もう次のことは決勝のことは考えずに、とりあえず志郎選手に勝つことだけを考えてこれからの期間しっかり準備しようと思うので、皆様応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。それでは、選手の皆さんで記念撮影をお願いいたします。さあ次の9月23日いよいよこの4名の選手によるアンダー53キロのトーナメント、今度はワンデーとなります。準決勝そして決勝ワンデートーナメント蹴りがつくということになります。ぜひ9月23日の横浜大会皆様ご期待ください。